皆さんこんにちは。鈴木雅之です。今回も YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマは NHL のスター選手って本当にニューモデルのスティック使ってるの？っていう話をしていきたいと思います。僕の動画ではプロでアイスホッケー選手をしてきた中で自分で用具のメンテナンスやセッティングというものを行ってきました。そこで得た知識や経験をもとに皆さんに向けてフィードバックしていければと思ってます。で、今アイスホッケーレッスンもやってまして、生徒さん大募集してます。そちらの方もよろしくお願いします。はい、という形でですね、今回のテーマ、NHL 選手、トップ選手が本当にニューモデル使ってんのかっていう話やっていきたいと思うんですけど、日本人っていうのはですね、ニューモデル好きですし、ブランド物が大好きっていう文化があるので、新しいものにどんどん買うっていうのがあると思うんですよね。で、そんな中、世界の最高峰どうなのっていうので、話していきたいと思うんですけど、オフシーズンですね、NHL っていうのは、契約選手、CCM の契約選手、バウアーの契約選手、ウォリアーの契約選手っていると思うんですけど、そんな中でも、いろんなスティック試したりしてます。練習で。で、それが、写真が、SNS に上がってたりとかするので、僕はそれ楽しみにチェックしてるんですけど、まあ、その中で得た、情報を皆さんにフェードバックしていきたいと思います。NHL 開幕しました選手。で、その中で、僕が気になって見てる選手っていうのがいるんですけど、こちらになります。はい。コロラドアバランチのカナダ代表ですね。ナーザン・マッキャノンっていう選手なんですけど、すごくスティックハンドリング上手くて、シュートもクイックリリースですっごいシュート打ちます。で、その選手が、じゃあ本当にニューモデルのトップモデル使ってるかっていう話なんですけど、こちらを見てほしいと思います。はい。こんな写真とか、これとか、こういうのとか、いろいろあるんですけど、じゃあ開幕戦どのスティック使ってたかって言ったら、結局はこれなんですよね。はい。リーボック時代のリブコアになります。で、今 CCM に変わってリーボックのスティックっていうのはなくなってるんですけど、これが発売されたのって2013年なんですよね。だから今から8年前のものになってます。で、この NHL のカナダ代表のスター選手でも8年前のモデル使うっていうことは、このスティックすごいいいスティックだったっていうことになるんですよね。今、ニューモデルっていうのは各メーカーからどんどん出されてますけど、それは開発も兼ねたりとかして、やってるっていうのもあるんですよね。そこでみんなが、いろんなユーザーが使ってどういうフィードバックがあるかとかいうのも情報を集めて次のモデルってどんどん作っていったりとかするんで、今、バーバーだと穴開いてるブレードのモデルがあったりとかって、ああいうのってテスト品も兼ねてやってる部分とかってあるんですよね。でも NHL のトップ選手ってこうやって2013年に発売されたスティックそのまま使い続けてる選手もいるんですよ。しかもナーザン・マキノンっていう選手まだ若いですし、そんな中でも、ずっとこうやって使い続けるっていうことは、このスティックが気に入って使ってるっていうのが、必ずあると思います。で、日本人のアジアリーガーとかになると結構新しいものにどんどんチェンジしていくような、イメージというか、実際はそうだと思いますし、まあ、たまにこう出るモデルをそのまま使う選手もいるんですけど、まあ、そんな中で僕が一つ、初心者とか中級者の方にアドバイスするとなるんであれば、実際ですね、この大手のビッグ3のスティック使ってもあんま分かんないと思うんですよね。で、キックポイントも、分かんないと思いますし、フレックスが硬くてもやばくても、そのフレックスが使える、シュートの打ち方っていうのをできなければ、スティックの硬さもほとんど分かんないと思うんですよね。だからそれが、シュートの打ち方を練習してきて、どんどん上級者クラスになってくれば、分かるようになってきて、いいモデルっていうか、その高くてトップモデル買えばいいと思うんですけど、そんな中でおすすめの買い方っていうのは、お金をセーブしたい場合は、やっぱり旧モデルですね、アウトレットとかで出てる30%オフとか40%オフのトップモデルを買うっていうのが、一つおすすめになってます。これ子供もそうですね。で、なんでトップモデルかって言ったら、やっぱり素材なんですよ。カーボンの素材とかが一番いいものを使ったトップモデルっていうものが、スティックに関しては一番いいので、そのトップモデルであれば、古いものでも全然構わないんですよね。このようにナーザン・マッキャノンのように、2013年のモデル使ってる選手もいるし、中にはもっと古いのを使ってる選手もいるんですよ。だから素材だけトップモデルがいいんで、絶対トップモデルだけは外さないで、その2018年でも17年でも16年でもいいから、そういうモデルを買うのが、いいと思います。
はい、という形でですね、実際 NHL のスター選手、トップ選手が古いモデルではあるけど、トップモデルですねっていうのを使ってるので、一つ皆さんのスティック買う時の参考にしていただければと思います。はい、僕の動画がいいと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントの方よろしくお願いします。今、個人向けに、ホッケーレッスンっていうのもやってますので、生徒さん大募集してます。そちらの方もよろしければ、概要欄に載せてますので、見ていただければ幸いです。はい、という形で今回終わっていきたいと思います。次回の動画で会いましょう。バイバイ。うまい選手で打ててる選手のその動作の比較みたいな感じにはなってきます。はすごい。スイングしないで使うのも全然ありですけど、ただそのパーティーズみたいな打ち方になると右足は使えないんで、今右手でこう全部こうクローズさせようとしてるんで。今最後しかパチンと音鳴ってないんです。落ち出したほうが下に飛んでるじゃないですか。なんかこう、きれいにこう乗って。